某スタジオに行ったんですけどね、たまにこのトイレバカが作ったんじゃないかなっていうとこないですか？扉閉めるこう1個しかないトイレっていうのあるんじゃないですか、開けたら奥に大便器、横に小便器ついてんですよ、うん、で洗面所もあって外から鍵閉めれるようになってですよ、これ2個いると、もう1人しか入れないじゃん、どっちにしろと思ってだってそうじゃない、あるあるある、あの小便器使う時も鍵閉めるじゃん、だって、だってそれはそうでしょ、ガチャって誰か入ってきて、あ、勝負待ってるけど、あ、台空いてますね、あ、失礼しますってするわけないでしょ逆もしかりね。で台してる時に鍵開け閉めるでしょ、小便器、ね、開いてるから開けとくわけいかないですよね、ガチャったけど足は開いてるからどうもこんにちはって石に来ないでしょ、バカじゃないのこれ作った人と思うんだよね。だってあるな、台は小を兼ねると言いますから、大便器でお小をしてっていうとか、いっぱいあるじゃないですか。そうだね、だって掃除だって大変ですよ、無駄に2個あったらあんな横にねプラスさ、台しようと僕入ってさ、もちろん鍵閉めるじゃない、プレッシャーなんでしょう、使いたい人も今できないんだと思ったら台もゆっくりおちおちできないでしょそうだねいいことないのよ、あの賞があることでさ何にもいいことないよね、アホが作ったんかなこうと思って、なんか意図あるんでしょうけども、なんだ、どういうこと、いや騙されてんですって、ね、便器屋さんに気づかない、作るときに。で、便器2個売りたいから。あ、そっか、あれあるな。バカが作ったじゃないかなと思う。でも、あるんだよね、結構。あるね。ねえ。なんか確かに想像できるところ、なんか僕も行き先でなんかパッパパッパあるなと思いましたね。だから答え知ってる方たち教えていただけないですかね。いや、そうだな。ねえ。どうします、ご家族ででも嫌ですよね、それね。まあ、家族だからいいじゃんと、ね、親父うんこしてこっちうんこって言うなよ、ね、こっちおしっこしてみたいなね、それも嫌ですよね、それね、嫌だねっていう、何の話やっぱ気になりますからねこれね、まあちょっとね気になっちゃったね、何かっていうことですけれども、いやーでも全然話変わりますけども、いや、ね、はいはい、福井太一先生が19ですか、ね、すごいね、バイエルンの一部の試合の方でデビューされたと聞きましてね、いや、すごいね、落ち着き払った、なんとあのね、キミッヒと変わったっていう、うん、ね、すごいよね、世代交代の瞬間ですかね、これはね、そう奪い取ったって感じだよね、感じではないんでしょ、まあ、ね、3-0 で勝利してるカップ戦の後半何分だから、うん、そういうことですね、はいはい、まあでも左右にね、もうボールを散らしましたよって書いてありました記事にね、いやそうなんだよね、メトロノームの役割をしっかりと果たした太一はって言ってましたよ、ね、書いてあったね、メトロノームで、もうちょっと木魚とか書いてくれんかね、木魚は分かりづれえよ、逆に日本人だってよく寿司ボンバーとかいじるわけだからさメトロノームってな、そのね、そんな自分たちのものに例えない、日本のさ精密機械のようであったとかね、なんかね、言ってほしいですよね、いやもうそうだけどさ、ね、おしゃれな感じしてくださいよ、なんかおしゃれ、まあ、そうだけども、ね、でも中心選手になっていってほしいですね、そうだ ね、 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 1、2年かけてね、こうレギュラー絶対的な位置こう使うみたいなところまで行っていただきたい、ね、もうね、チラシ寿司って呼ばれたいですね先生ね、これもずっと言っていきますよ私はね、いやこれ誰かヨーロッパに使ってくれる人いたら嬉しいわ、チラシが分かんないからねこれね、いやいいですよね、そういう活躍がこうねあるってのはですね、うんうん、でもやっぱりあれかね、うん、トップチームにずっといることはできないかもしれないですかね、どうなんですかね、一回外に出されるとかもあるんですかね、いやどうで、まあでもだから下から今ですよ、ね、上に定着するパターン、うん、見たいですけどね、そうだね、なかなかそれ難しいんでしょうけど、でもだからまあそれ思うのは、はいはい、最近よくなんかハリー・ケインとね、あのハグしたりだとか、はい、一緒になんかランニングしたりだとかもよくしてたりするので、そうですか、福井くん、はいはいはい、福井からハリー・ケインみたいな、うん、そういうだからホットライン1個確立できちゃえば、なるほど、できんじゃねえかなって、福井のパスがいいねっつって、そういうことよ、だってほら、はい、やっぱりハリー・ケインとってのを見た時にもらエリクセンとか、はいはい、ソン・フンミンとかと、はい、
もう彼らだけでより 2,30 点生み出してきたみたいな、そうですね、ホットラインですね、確かに、そうそうそう、そういう風な若手いて、そのでケインがこう言及するぐらいになってくると、はいはい、ちょっともう外に出してる場合じゃねえぞってなってくると思うので、まずケインとね捕まないといけないですね、うん、ケインまず胃袋から捕まないといけない、捕まなきゃいけない、ね、そうですね、胃袋からね、アジアの人とね、あのマッチングがいいのかもしれないからね、ケイン、あ、そう、あり得るかもしれませんからね、そうかそうかそうか、なってほしいですね、はい、なるほど、うん、なるほど、トロね、あとそんな福井くんもすごかったですけど、はい、なんか最近ね、前日のでも前日のこのサブでもまだまだリーグ戦とかね、ヨーロッパなんか平日でも試合あるぞって動画出しましたけど、はい、森田くんがアシストして中村圭斗くんが得点を決め、そうなのよ、いいですね、ね、あ、その中村圭斗の得点まだ見てないんですね、 YouTube でこう途中まで見て息ついちゃったからね、あー、なるほどね、どういうゴールだったんですか、あの右サイドからスタッドランスが作って、まあ、伊東純也も起点の人になってたりするんですけど、伊東純也からパスをフォワードの選手返して左サイドに流れてきて、はい、ペナルティーエリアのところでディフェンダーにスライディングされるものの、うん、そこをかわしてキーパーに対してループ気味な感じでしょ、うんうん、いやーすごい、へー、うん、見えた見えた、うん、なるほどね、ケイトは左ウインガーっていうよりも左サイドにいる、うん、あもうストライカーですね、なるほど、あ、そう、うん、な感じがしましたね、そうっすか、立ち悪いですねこれ相手からしたらね、すごい、うーん、そうなんだよね、一気にね両翼から来るわけだ、うん、日本人かフランスのチーム両翼っていいですね、いいですね、これね、なるほどですね、そこもマッチングいいですね、うん、そうですね、素晴らしい、だここもなんか伊東純也選手的にはやっぱケイトにはもういろいろ言いやすいって言ってたので、ああそう、うん、だから今はもしかすると伊東純也選手サイドでいろいろこう引き込んで、うん、そこから後ろから出てくるミッドフィルダーにパスしてこうバーって奥まで走ってってもらってのクロスに中村ケイトでドンっていうそのフィニッシュパターンというか、だから昔ではあれですよね、あのなんかザックジャパンとかでいう香川がちょっと引いて長友を前に出して長友のクロスに右ウイングにいた岡崎に決めるみたいなのがあったな、あ、なるほど、一つ形でしたね、うん、そういう感じでしょうね、なるほどな、うん、連携マックスですな、そうですね、なんかね連携のためなのかね、ああいうトイレっていうのはたまにあるのはまた戻ってきた、ね、またトイレの話、ああいうところで育ってんからね、ういよ入れ入れ入れっつってね、いや違うな違うな、ねお福井くん入ってよ、やだよケイン、やだよってなるのかな、やっぱね、そこで連携は作れないよってなるのかな、いやどうなんだろうな、トイレ、ちょっとねヨーロッパのトイレ事情わかんねえからあれだけどっていうね、何の話だよとトイレはなるほどなるほど、すいません、はい、そうですね、はい、まあヨーロッパまただから、あとねこの動画出てる頃にはそれこそ竹の試合なんかも終わってんじゃないかと思いますけど、はい、なんか竹出さないかみたいな話出てました、あ、なんかね、そうだ、なんか記事見ましたよ、うん、まあそれはどっかで休ませないね、竹の魔法にもお休みが必要だねなんつって、ったったもうちょっと魔法って言うんだったらお休みのところもマジカルな言い回しにしてほしいわけね、私はねね、思いません、いや思った思った、ね、もう一個欲しかったね、魔法使いの竹もたまにはステッキを横に置かないとねとか、いや分かる分かる分かる、そういう言い方しないとね、何魔法って言ってた、ただのね お休みしないとねみたいなね、ほんとそうだわ、そういうことでしょう、そういうこと、竹のお寿司屋さんもたまには仕入れに出ないとねとかね、ちょっと違うな、ちょっと違うな、もうだから日本の要素もそこに入れてね、そうだね、竹侍もねたまにはね、シチューでお団子でも食べてきたらみたいなね、ちょっと違うな、ちょっと違うすごい気にしてちゃうからねなんつって、刀をちょっと研ぎに行かないとねみたいなこと言わないとね、そうです、やってほしいですね、楽しみでございます、いずれにせよそうだね、ちんとトロイ伝説もね調子上げてきていますから、そうです ね、 ね、この間ね3失点しちゃったけど、どの道ね橋岡伊藤亮太郎はね2試合連続でね、うん、ゴールとアシストみたいな感じになってますから、うん、あの順位はどうなんでしょうね、順位的に言うとね、悪く中位ぐらいいたはずですよ、シントトロイで。プレーオフ入ってね、上に残るのが見たいですけどね。
本当だよね。なかなか見れないですもんね、シントトロイデンの順位的に。そうなんですよね。うん、今ね、シントトロイデンはまさに、あ、いいよ、8位。いい。いいじゃない。いいですよ、これは。いいじゃないですか。行っちゃいましょうよ、これは。いいですね。ね。で今年なんか特殊ですね、また。はい。スタンダールリエージュが16チーム中13位です。あ、調子悪いんですね。調子悪いですね。上の方にいるイメージでしたけどね。そうですね。そうですか。ただその代わり今年昇格組のモレンベーカーの阿部修斗選手がいるチームですけど、が今シントトロイデンと勝ち点1の、まあ9、勝ち点1差でね、11の9です。9位にいますね。はい。ユニオンサンチロワーズも強いんでしょ？サンチロワーズ強いですね。4位です。ダモくん、あれか。いろいろ進行チームが今、変わってきてるんですね。うんちょっと変わったね。昇格組だったんですもんね、ミッドバーが入った時ね。そうそうそう、そう。そんなベルギーの昇格組のチームなんか入って大丈夫と思ったもんね。そうだね。大丈夫も大丈夫。ねえ。大丈夫も大丈夫。ねえ。そうだったね。いや、ぶち抜いてたもんね、ウィングバックの位置から。懐かしいもん。駆け抜けてるね、彼もね。そうだね。どこまで行っちゃうんだろうね。行っちゃうんだろうね。そうですか、そうですか。はい。あとはね、じゃあベルギーも本当なんか日本人感いろいろあるなって思うのが、はい、あの、シントトロイデン、この間、まあ、ヘンクとサンサンでしたけど、はい、その時にあの、コイタっていうフォワードがハットトリック取ったんですよ。はいはい。ただそのコイタが、これ合計シーズン6得点になりまして、うんうん、今、ベルギーリーグの得点ランキング1位に立っています。コイタ。だけどそれは橋岡や伊藤亮太郎のおかげですからね。アシストしてますから。おお、そうか。はい。はあはあはあ、っていうのがあるのと、あとね、得点ランキング2位に、デンケイっていう選手がいるんですね。デンケイ。はい。はい。サークルブルージュ。おお。実はあの、去年あの、上田綺世と共にやってたフォワードです。へえ。うん。でかい、でかいですか。で、まあ、でもね、181ではある。ああ、そうですか。ただなんかね、こう、なんか動きにちょっとなんか、なんていうんですか、ちょっとラフな感じではあったんですが、はいはいはい、多分だけど、綾瀬と一緒にやってからなんですけど、得点なんかめっちゃ取れるようになってきて、あ、そうですか。そう、今だから5得点で2位なんですよね。おなんかいいよね。倒してきた人数分の刀を背負ってるんでしょうね。弁慶でしょ、それは。綾瀬を肩に乗せながら入場してきた彼でしょ。いつも入場してた彼でしょ。違うの？わかって言いながら。違う違うの。降りるずら、並ぶずら、降りるずら。違うの？彼が弁慶でしょ。そう、それもうそうとしておきましょう。夢かあれ。見てないよな。それやってないテレビでな。聞いてるこれ誰か。ひどいですよね、本当に。あとね、はい、あとあれですよ、その、はい、まあ、ちょうど綾瀬って話したからですけど、はい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 、あの、綾瀬にとっては今のところ酷ですけど、はい、今ね、まずあのフェイエノールとあのヒメネスっていう綾瀬のライバルのフォワードがいるんですけど、あ、はい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 、が今得点ランク1位なんです。あのコンローのやつですか？かな、ちょっと顔まで。ゲームではアフロなんだよね、そいつ、ね。あ、そうなんだ。ああ、これがコンローになったのかなみたいな。あ、そういうことなの。違かったらごめんね。フェイエノールとか、だから今ね、あの、まだ無敗って感じでやってますけど。無敗。そうなのよ。はい、ただ一個問題なのが、そのヒメネス今、得点ランクも1位だったんですけど、はい、そもそも夏に出そうだったんですよ。あ、そうなんだ。遺跡で。はいはいはい、はい、うん。で、今、綾瀬、控えない位置にいるように見えると思うんですけど、皆さんも。多分なんだけど、うん、フェイエノールと、もうヒメネス出てくこと分かってんだと思うんですよね。ああ、そう。うん。多分、冬、リアルだと思います。はあ、はあはあははあ、そのための、はい、慣らし半年間な綾瀬じゃないかな。ああ、そうか。うん、ああ、いいですね、そしたらね。思うよ、ここは。慣らし半年間で抜いちゃいましょう。やってやりましょう。やってやりましょう、そんなもんは。ここも超えてやりゃいいんだ、ここは。ぶち抜いちゃいましょう、これね。ぶち抜いてやりましょう、そんなもんは。ぶち抜いてやりましょう、ここは。ぶち抜くずらということで、いっちゃいましょう、これはね。いっちゃいましょう。ね、
あとせっかくなんかちょっと得点ランクみたいな話してるから、はい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 、ラリーがまたすごくてさ、まさ、はいはい、この現状ですけどね、この収録段階、いい竹の上竹よりも点取ってる人って3人しかいないんです、ね、ラリーがね、うん、あまあそうだろうね、竹もだってもう3点ぐらい取ってる、4点はい、うん、で、上にいるのはいずれも5点で3人並んでるんですけど、アトレチコのモラタ、うん、ああそうね、レアルのベリンガム、ああそうね、バルサのレバンドフスキ、うん、まあ、いいとこでもらってる人ばっかりでしょこれね。ね、いちご乗せるお仕事の方でしょ。そうだね、いちごをねショートケーキに乗せるだけの簡単な作業ですみたいなことでしょ。アットホームな職場ですでしょこれは。竹なんか自ら持ち込んでアシストとかもしてるわけだから出るから ねそういうことでしょ。すごいね。お三人の方失礼なこと言って大変申し訳ございません。ました尊敬下をしております。そういうことですか。言っちゃいたくはなるけどね、やっぱね。すごいね、それは。すごいですよね。じゃあ、めっちゃそれはだって欲しいじゃない。その3人がいるチームでも欲しいじゃない、だけは。そうだね。ね、育ちましたね。育ちましたね。楽しみだな。ほんとそうだね。はいやー。だこれあとね、ちょっと本編の方でも言いましたけど、プレミアなんかでも得点とアシストを合計した数で言うんであれば、はいはいはい、三笘くんの上にいるのはサラーとハーランドのみみたいな状態ですね。背番号まで足したら誰が一番いくかね。三笘結構いくんじゃない。14番だっけ、何番だっけ、三笘って、三笘そうじゃなかったっけ、22だっけかな。あ、じゃあ一番大きいんじゃない。いやサラーもハーランドも9番ぐらいでしょ、あれ多分。おう、サラ11番だね。サラ11番、ハーランドは9だったと思う。9だね。そうですか、はい、ね、最近99番とかもね多いですね。そうだね、全然話 J リーグにグイッと戻っちゃうんだけどさ、はいはい、広島に7選手いるでしょ。いますね。今背番号何番か知ってる？あれなんだっけ、14だっけ。あ、お、よく知ってます。16なんですよ。16か。もう7を上げて。その前のチームではね、17だったのよ。あ、17。いや、もともと7なのよ。ね、7だから。子供の頃から多分そうだったでしょう。もう上げて。7はでもなかなかね、先輩ニーヤンがつけてるから。なかなかそうだよね。ね、でも分かったけど、16つけてんのよ。アピール分かるでしょ、もう。足して7に7にしてんの。上げて、もう。ね、そうだな、そう、僕だからね、そう、たまに、あ、だからなんだって背番号の人いるじゃない。なんかこう西なんとかさ、24番にしてるとかさあるね。おい、分かってんなみたいな、いるもんね。好きなんですよね。あといたんだよな、なんかな、あー、さすがっていうね、あの柴山くんじゃないですか。あ、そう、芝にしてんだよ ね。よだち。そうだろ、そうだろ、そうだろ、あれはすごいよね。芝は空いてるもんね、だって空いてるね。そうそうそう、それいいのよ。そう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 、わかる。なんか今後五郎くん、五郎選手が出てきたらね、56とかね、そうだね、なんかなってほしいですけどね。そう、そういうのいいよね。うーん、逆算で名前つけちゃっていいんじゃないですか、ね、そうですね、はいはい、なるほど、というね、というね、はい、ええ、しゃぶしゃぶ食べてきたんですよ今日。赤坂で、赤坂でしゃぶしゃぶっていうと政治家みたいですけど、じゃあそれ高くない、あの一人鍋のお店があったんで、あ、そうなんだ。でなんかカウンターになっててね、ちょっとまあ小綺麗なんですけど、外国人の旅行者の方とかも食ってたんですよ、うんうん、まあなんか、まあ、綺麗なでっかい吉野家みたいな感じの雰囲気で、もっと高級感ありましたけど、うんうん、まあ1500円 で、まあ、で僕ご飯とか今食べてないからしゃぶしゃぶたらふく食おうと思って、うんうん、ね、まあ食べ放題じゃなかったんでちょっと足んなかったんですけど、ご飯と締めの麺を拒絶してますから。そこで長いお箸でしゃぶしゃぶしてたんです。したら結構昼まで空いてて、うん、外国人の夫婦がね、旅行者ですね、ご機嫌よう食べてたんですよ、うん、そこで、うん、でだけどね、あのヨーロッパの夫婦だったんですけどね、完全に BGM の方がですね、なんかラテン系のノリノリの曲が流れてたんですね。いや、もうそこは和風のにしてあげてっていうね、なんか、いや別にいいんですけど、なんかちょっと
申し訳ないなって気持ちになってですね。いや、そうだね、望んでるのはそっちでしょうからね、きっとね。望んでんすかね、なんすかね。いや、でもどうなんだろう、どうなんすかね、考えすぎなんすかね。でもなんか申し訳ないって気持ちにちょっとね、ちょっとわかるね、ちょっとわかる なんすかね、この勝手な責任感ね勝手に国背負う感じね、あるね。回転寿司入って隣に言ったよね、もうね、回転寿司入って、うん、すぐ横に外人の、ね、親子が来て、親父と子供が来て、ちびっ子はずっと俺の手元見せたわけ。親父も興味津々そうにね、うん、旅行者ですよ、ね、うん、本場の侍が、ね、うん、何から食うんだみたいな、どうやって食うんだみたいな、さっそうと私粉で、ね、お茶作るよ、シャー入れてこうやって飲んだぜ、クイッとお茶飲み越してね、うん、親父シャコって言いましたからね、食ったこともないのね1回目にシャコなんて絵も描けてなかったね。シャコシャコ頼んどったわ、2人ともシャコ何すかね、あの勝手な責任感、ね、僕はもうツナサラダだけ軍艦だけ食えればいいんですよ本来は、ね、シャコって言いました。あ、これがシャコかって思いました、出てきてから知らねえのいや知ってましたけど、なんか何かと2個ぐらいの2択でしたね、ええ、何すかね、あの責任感、ね、いや何でしょうね、なんかちょっとね、ちょっとわかる、勝手背負うよねこれね、で見た海外組の方たちはね背負ってくださってるわけですからこれね、ええ、いやー、ありがとうございますだね。いや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 、今日もお収録ありがとうございました、うん、先生、ありがとうございます、お疲れ様でございました、4本撮らせていただいて、ね、はい、そうですね、今日も勉強させていただきまして、ワクワクしちゃったよ今日もね。いや、ありがとうございます、おかげでお熱だよこっちは毎日いやいや、早く直して、ちょっとお熱なんですね、ちょっとね、もう明日ね、てかこの動画が出る夜は設定予想でもありますから、そうですね、しっかりちょっと、はい、皆さんぜひよろしくお願いします。 J リーグ週末も予想していきましょうということで、はい、はい、ありがとうございます先生、ありがとうございます、ということで、サブアカチャンネルラジオトークでございました締まりの悪い終わりですいません、どうもまたでございます、じゃあね。